こんにちは、吉谷さん。今回はね、ありがとうの向こうに金があるというね、タイトルにしましょうか。10年ぐらい前なんですけども、私がね、ネットビジネスを始める前に、メルマガの読者が8000人ぐらいいる、まあ、女性のライターさんがいらっしゃったんですよ。で、結構ね、気に入っていただいて、よく取り上げてくださったことがあったんですけども、その方がね、やっぱこう、その方が言ったっていうか、まあ、2人の話の中で、まあ、私だったかな、言ったことがあって、それは、やっぱり人にありがとうってね、どんだけ言わせるか、その向こうにお金があるんじゃないかなっていうふうに、その頃ぼんやりとどちらからともなく言って、そうだよねみたいな感じで話したことがあったと思うんですよ。まあ今それがね、なんか吉田さんの前の動画見て、無理を制するものは何とかって言ったでしょ。ああ、これはもしかしたらこれかもしれないっていうふうにやっと思ったんですよ。というのが、こう振り返ってみるとね、私毎日ライブ放送したり、それから動画、無料動画の配信したりとかね、必ず言われるのがありがとうなんですよ。動画を見た人からメールとかね、コメント欄でありがとうって言われてるんですよ。多分それが習慣で、まあ、100回以上はいろんな方から言われてるんですよね。で、ライブ放送も本当来ていただくのって10人とか20人しかいないんですよ。人数で言えばしかなんですよ。でもこれね、 100% に近い確率でおはようございます、ありがとうございましたってなるんですよ。で、私の発信が日々感謝されているっていう現実がそこにあって、感謝しててもありがとう言わない人も確かにいると思うんですよ。でもありがとうすら言わない人がお金を払うかなって言ったら多分払わないと思うんですよね。そう考えてみたら、まあ、私のコメント欄に並んでいるありがとうっていうのは、まあ全部熟成さんであるということがあってね、やっぱどれだけ無料の情報発信にありがとうと言ってみれば言わせているかっていうところの向こうに、もう言葉や感謝じゃ足りないんでお金を払わせてくださいみたいなムーブメントがあるんだろうなっていうふうに今振り返ってるんですよね。ありがとうの向こうに金があるってね、確かにね、変な質問来たりとか、ちょっとヘラヘラ笑ったりとかね、なんか、まあ、くだらないコメント言ったらせっかく書いてくださる方にあれですけどね、まあ、私の温度に合わないコメントを書く人っていうのは当然私も返信しなかったりしますし、まあ、商品はそういう方には売れないのかなと思うんですよ。でも逆に私がこうやって毎日話してる中で何か気づきを得たりとかね、自分で何か学びにしたりっていう人は、まあ、勝手に自分の血肉にしていただいて、きっかけは久保さんの放送ですみたいな感じでね、でさらにきっかけをつかむために、まあ、そっかちょく入ってくれたりとか、なんか商品買ってくれたりとかしてもたらしてくれてるんだろうなって今はね思いましたね。ありがとうの向こうに金がある、いかがですかこのタイトル。いってらっしゃい。